パランカラヤは、インドネシアのカリマンタン島中部カリマンタン州の都市であり、同州の州都である。カハヤン川とサバンガウ川の間に位置する。最寄りの空港は、トゥジリクリウト空港である。州都移転先とされる。1957年5月23日、中部カリマンタン州が創設された。初代大統領のスカルノが、新設した州の州都として機能するように町の、 建設を開始した。当初はジャカルタに代わるインドネシアの首都としてその機能を移転させる計画であった。この計画を補助するために大インドネシアを象徴する建物が多く建てられた。例えば中心部のブンダランベイサールとつながる8本の道路はインドネシアの八大島を表す。7月17日、スカルの大統領が着工式を行った。パランカは ラヤくんが10語で聖地を表し、ラヤはサンスクリット語で広大なを表す。すなわち、パランカラヤは広大な聖地を表す。2001年の地方文献以前、パランカラヤにはパダソンドットとブーケイトバツの2つの句があった。現在はパダソンドット、ジェキンラヤ、ブーケイトバツ、セワンガウ、ラクンペットの5つの句からなる。パランカラヤ料理には ジュフアスサムパチンボングや、パスパチン、パチン、バカール、ナッシュクーニング、ジュフタナ、ソートボンジャル、ケチューパットカンダンガン等がある。日本食のすき焼きや、東洋料理も人気がある。パランカラや市民の多くは、公的な場所ではインドネシア語を話す。それ以外では、大学語を話す。大学語は、ダイクガジュー語やダイクマーニャン語等に細分化される。 カハヤン橋にあるメンテインオランウータン、レスキューリハビリテーションセンターがパランカラヤの近くにある。この施設は、1988年に、中央カリマンタン州森林地域部が設置した。ニャルメンテインアーベリートムの教会の中にあり、62.5ヘクタールのボルネオデータンの守りの生態系からなる。ボルネオオランウータン生存財団が運営しており、EN、 ローンドローシャーニールセンが設立し管理している。インドネシアでは高い経済成長率によって飛行機で旅行できる中間所得層が急増し、軍民両方で操縦士の需要が高まっている。パランカラヤの広く澄んだ空を求めてライオンエアー付属航空学校が設立された。学校建設は2013年2月15日に 州知事の DR、アグスティン・テレスン・ラングが開始し、すでに完成している。このアンコッサ航空学校は、セスナ14機とダグラス DC-3127 機を保有する。少なくとも、年間50から70人の候補生を育成できる。ありがとうございます。